こんにちは、エレコアチャンネルの滝です。今日の動画なんですが、実は私は今新しいダイエット方法を考えていて、皆さんにも発表していきたいと思っているので、それについてお話ししていきたいと思います。まず今回新しいダイエット方法を考えることになったきっかけについてお話しさせてください。私は今日に至るまで約10年間パーソナルトレーナーとして活動してきました。本当にいろんな方のダイエット相談を受けてきましたが、痩せたい気持ちはあるのに痩せられないと悩んでいる方をたくさん見てきました。 SNS を始めてからはダイエットについてのアンケートを時々行うと、やはりそこでも痩せられないことに悩んでいることがすごく多いなと感じてきました。そういった方と深くお話をすると、自分にコンプレックスがあることで自分に自信を持てず消極的になってしまっていたり、自分を好きになれなかったりと、気持ちの面でもマイナスになってしまっている方が多いなと感じました。実は過去の私もダイエットに振り回されてしまっている一人でした。昔の私はというと、ちょっとしたことでも落ち込んでしまったり、くよくよしてしまって、常にどうせ私なんかという感じで自分を否定してしまうこともよくありました。メンタルが安定していないので、嫌なことがあるとすぐに暴飲暴食してしまったり、何もやる気が起きないという時も数えきれないくらいありました。そういう自分のことを好きになれず、自分に自信がないことからも人付き合いもすごく苦手でした。そんな私ですが、トレーニングと出会ってから少しずつ変化が現れ始めたんです。体型が変化していくとともに、徐々に自分の体を好きになっていき、自分への自信にもつながっていきました。メンタルも安定するようになり、性格も以前より明るくなって、積極的に行動できるようになったんです。何より人と比べなくなり、自分というものを認められるようになったと思います。私がパーソナルトレーナーになったのは、そんな過去の私のようにダイエットに振り回されて自分のことを認められなくなっている人が、今より自分の体を好きになるためのお手伝いをして、その先に自分に自信を持てるようになり、前向きになれる人を増やしたいと思ったからです。そんなトレーナーとしての使命を考えた時に、ダイエットで悩んでいる人に対して、今の自分にできること、役に立てることがもっとないか改めて考えたことが、今回新しいダイエット方法を考案したきっかけでした。やると決めたからにはすぐに行動に移そうと思い、まずはなかなか痩せられないとおっしゃっている方の体を徹底的に分析することにしました。そこである共通点が分かったんです。それは背骨の硬さでした。本来背骨というのは大きく曲げたり伸ばしたりひねったりできる部分ですが、何をしても痩せないとおっしゃる方は、背骨の可動域が圧倒的に狭くなっていることが分かったんです。背骨の周りには体にとって大事なインナーマッスルがたくさん集まっています。このインナーマッスルは姿勢を維持するための重要な役割があるので、背骨が硬くなると周辺のインナーマッスルが衰えて姿勢が悪くなり、体全体の筋肉が衰えることにもつながっていきます。結果消費エネルギーが減り、太りやすくなっていきます。さらにこのインナーマッスルには脂肪燃焼効果の高い筋繊維が多く含まれているので、衰えてしまうと脂肪燃焼効果がどんどん下がっていき、何をしても痩せないという状態に陥ってしまいます。太りやすくなったと感じている人たちには、さらにもう一つの共通点がありました。それはどの方も肩こりや腰痛、便秘などの不調を抱えているということです。それには理由があって、背骨には大事な神経がたくさん集まっています。背骨が硬くなると自律神経のバランスが乱れて血行が悪くなり、体が冷えやすくなり、体のこりや便秘の原因になってしまうんです。背骨が硬いと太りやすいだけではなく、体の不調の大きな原因にもなっていることが分かりました。次に、なぜ背骨がこんなにも硬くなってしまうのか原因を考えていくことにしました。すると答えは生活習慣にありました。皆さんも一度考えてみてください。ここ最近で背骨や体幹を大きく伸ばしたりひねったりした機会ってどのくらいありますか？現代のほとんどの人は常にスマホを見ていたり、座りっぱなしの生活によって背骨を大きく動かしたりひねったり伸ばしたりする機会が圧倒的に少なくなっています。その上、運動不足だとさらに体幹を動かす機会は減っていきますよね。動かす機会が減れば筋肉は使われなくなり硬くなっていきます。このことから、硬くなった背骨の本来の柔らかさを取り戻すことができれば、皆さんが抱えている太りやすさや体の様々な不調が一遍に解消されるはずという結論に至りました。そこで早速私は背骨に着目したダイエット方法を考え始めました。新しいダイエットを考えるにあたって目標としたのは、いかに楽に効果を実感できるかです。ですが初めはなかなか思うようにいきませんでした。かなり考えて作ったつもりですが、実際に何人かに試してもらうと、運動音痴なので難しくてできない、一切運動をしてこなかったので辛い、そういうお声をいただいたんです。パーソナルトレーナーとして運動を続けることの重要さは人一倍分かってるつもりですが、今までたくさんの人を指導してきたことから、きつい運動が続かない
ということも同じくらい分かっています。トレーナーとしては失格かもしれませんが、私自身もきつい運動が苦手で続かないので、それを人に強制することもできません。そこで私は体型や体の硬さに関係なく、運動が苦手な人でも楽に続けられる、この2点を重視して何度も試行錯誤をした結果、ようやくこれだと思うものが出来上がりました。そこで今度はもう少し長く検証を行うために、視聴者さんの中から今まさに痩せたいと思っているモニターさんを募集して、ダイエットチャレンジの企画をスタートしました。来週からこのチャンネルでもモニターさんの体重やサイズの変化、私とのレッスン風景などを公開していく予定です。実は今始めてしばらく経ちましたが、すでに複数のモニターさんの結果が出始めています。モニターさんのダイエットチャレンジと新しいストレッチの完成をぜひ応援していただけたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。で、子供とお揃いの服を綺麗に着たいなっていう。何も思わないかもしれない。